マサートです、えー、ローマ人の物語3、勝者の混迷、えー、この第一章のグラックス兄弟の時代の、えーま、グラックスについての、まあ、もう、ですね、12回目となりますけど、えー、若き30歳のグラックスは、五、えー、民間の,の再生をかけて、えー、その二つの、 法,法案を提出しましたです、ねえー、また、あ、無産差階級だけ中には、えー、有産,産階級でも基地、えー、階級がいて、えー、そのために兵役の、えー、義務を短縮したりまた、えー、平民の基地階級にも陪審員の席を割り当てるというこの2つの法案が、えー、平民の間に、えー、非正治を待たずに、えー、人気を関心を集めて グラックスの再選があ取るかなような雰囲気になったところに、ハン・グラクサーは危機を強めていきます。そして、えー、ついに、えー、結婚しますね。多分、うん、はい、えーえー。進めていきます。いきます。えー、間もなく訪れたご、えー、民間の選挙の当日、平民集会の開かれるカピトリーノの丘に到着したティビレス・グラックスは、 会場を埋める有権者からの熱狂的な歓声で迎えられた。護民間再生への道は彼の前に開かれたも同然に見えた。だが、えー、グラックスに火を投じようと例年より,よりは多く市民たちが集まったのがうなめに出たのである。カピトリーの丘はローマの7つの丘のうちで,もうちでは最も高いが、 丘の上の上面積はどこよりも狭いその狭い丘の上には最高神ユピテルを待つ神殿をはじめとして大小5つものの神殿が立っている平民衆会の会場は最高神ユピテル神殿前の広場だったがカピトリの丘の上でも最も広いその場所も集まった市民たちで埋まっていた。 あそこから8 0ルほど離れたところに立つ、えー、真議の神に捧げられた神殿の中では、えー、危機感にかられたあ元老院会議も開かれていた。真えー、まあフィディスですね。えー、有権者が常よ,、えー、常,常より多く集まった選挙会場ではいつものような秩序だったあ選挙を進めることがこんなになっていた。 えー、グラックスに賛成の市民たちの他に、えー、反対の市民たちも集めていたのか、えー、混乱に追わかけたその彼らが、えー、グラックスの立つ、えー、神殿照明の階段に向けて、えー、群れを組んで進み始めた、えー、グラックス派の者たちはそれを押し返そうとするそこに、えー、グラックス派の元老議員のフルビュー,フルビュース クラックスが元、えー、論院での討議の様子を知らせようと駆けつけたのだがあ大勢の人でクラックスに近づけない。多くの近くの神殿の階段の上に登って合図をし、えー、それを見たクラックスが、えー、群衆に道を開け,る開けるよう命じたのでようやく彼のそばに、うんえー、来,られた来られたのだった。あ フラックスの報告では元老院議員のうちの強硬派が執生官に実力行使を訴えたのだが執生官は首を縦に振らないそれで強硬派の議員たちは従者や奴隷にまで武器を取らせ自分たちだけでもグラックス再選を阻止する構えだということだったこれを知ってグラックスの死者たちも降下した彼らは一斉に 唐、えー、ガの裾を託し上げ腰、えー、のところでスローを止めるそれまで軍師を整理するのに使っていた棒が、えー、一人一人に配,配られたこちらも、えー、実力行使の構えだったただならぬうーそ,のその様子には神殿前の、えー、階段からは遠いところにいた人々も気がついた、えー、彼らは大声で一体何が起こったのか とグラックスに尋ねたあ。ティベリスは説明しようとし,したのだが声がそこまでは届かないのを知り危険が迫っていることを身振りで知らせるのに頭を手で示す仕草をしたそれを目にしたあ反グラックス派の市民は言論会議が開けているフィデス神殿へ駆けつけティベリス、えー グラックスは市民たちに王冠を与えるよう求めていると告げたのであるこれには言論委員の議場全体がざわ,ざわめいた最高審議官のスキピオ・ナシカが暴君を打倒し国家を先制者から救い出すために実力行使に出るよう執政官に詰め寄った執政官シェーベロは平静な態度を崩さずに答えた あの人々は暴力的な行動に出たわけではなく裁判なしで市民を死刑に処したわけでもないもしも平民たちがティビリスから強制された,されたかでされたかして非非法,非法的に彼をご民間に選出したのならそれは法的には無効となるだけであるこれを聞いたナシカは自責を立ち入った言論員 議員職今見たように我が和国の最高医者は我らが国を裏切ったローマの方を守ろうとする者はこの私に続けこう言いながらナシカはトウガの先端を取ってそれで頭部を折ったこれは犠牲を捧げて神々を祀る時の祭司の姿であるこの姿でナシカは 神殿を後にし、平民集会の会場であるイピテル神殿前の広場に向かった。この最高審議官の後に、東賀の橋を左手にかけ、右手には椅子を壊して得た鉄製の局部を持った元老院の強硬派の議員たちが続いた。平民の多くは最高審議官を先頭にした元老院たちの。 権威に圧倒されその前に立ちはだかるどころか一斉に逃げ始めた。人間のを急ぐあまりにつまずいて倒れた仲間の体をも踏みつけて逃げたほどだった。こうしてローマも守護する神々を祀った神殿の前で農地改革派とそれに反対する派が正面からぶつかった。 えー、互いに意見を異な、ね、ることにするデモ隊同士の衝突にも似て、えー、何にも増して像が先行する、えー、若さでは優位でも手に棒の木の棒しか持たないグラックス派は鉄製の椅子の、うん、足を振り回す言老院派に押され手、えー、ブレスを守って若いの周囲を固めて,固めていた人々までも逃げ出す始末 えー、ティビス自身も逃げ出していたのだがだ、えー、誰かが彼の唐ガーに手をかけた唐、えー、ガーはその手にした、えー、手に短い衣だけになった公民館は、えー、カ,ピカピトリーの丘から、うん、フィオロマーノに下る逃げ道逃げ道坂道を逃げるだがその途中で、えー、道に倒れていた人につまずいた 起き上がろうとしたティビリスを追ってきたうちの一人の一撃が襲った。続いて、えー、鉄棒による第二撃。撃ティビリスの他にその日越された彼の死者死者たちの数は300人に上った、えー。全員が殴り殺されたのだった。刃物による死体は一つもなかった。ハンクラックス派の人々のティビリスと彼の死者たちの像は その人たちを殺した後も止まらなかった。えー、テベレスと300人の若者遺体は遺族間の仮想の願いも退けられ、テベレ顔に投げ込まれた。はい、えーえー、こういう悲惨なあ状況が続いてますね。えー、しかし、えー、悲惨な結果に終わったこの事故に、元老院内の良識派があまず、 が愕然となったまた一目散に逃げた、えー、市民たちも、えー、後悔に保存をかむ思いだったあー王政時代のロー,ローマにも王の皇代時にも流血を見ることはあったがだが共和制になってからの400年近くというものローマ人同士が血を流すまで争ったことはなかったのである。 それに平民の権利を守るということで一心上の不可侵まで与えられたゴミ官が現職中に殺されたのだティーレスのゴミ官の人気が切れるのはたとえ再選がかな,かなわなかったとしてもその年の12月9日になって,なってからだった元老院は起こりうる平民たちの怒りの紛失を縮むため え紛失を沈めるために,めめために、えー、平民たちの像の的となっていたナシカを属州での採除のためという理由で遠い、えー、オリエントへの事実上の追放に処したまた、えー、農地法はそのまま存続するとも決めたのではある不法に釈放している国有地の募集と再配分を担当する3人委員会もティブリスの市で生じた空席には 弟ガイオスの向こうでもおいでも仕事でもあるリキュース・クラックスが選出された他の二人は従来通りスペインから帰国したガイオス・グラックスと亡きティビリスの仕事名のアッピウス・グラックスが続けるまもなくして病死したアッピウスの代わりにはティビリスの親友であったフルビウス・グラックスが就任した 元老院はティーブレスは死んでも農地改革は続行されることを平民たちに示したのであるはいえー、まあすごい結末ですね、えーま、400年間流血がありませんでしたけどこのグラックスの農地派の C 派とグ、えー、ラックス派があそれぞれ、えー でも体が衝衝突突するように衝突して、えー、木の棒しかなん持てなかったグラックス派、まあ、でも反対派はあ鉄製のおお鉄を,をふ振りかざして、えーえーまあ、殴り殺したということでグラックスをはじめ、えー、若者300人目をおなったことで、えー、すごい事態になっています。えー、でもこのグラックス まあその戦闘だったナシカをはじ、再カを独身にオリエントに、えーまあ、追放し、また農地法も成立してそのグラクサの後も、まあ、平穏に作られた状況です。えー、まあすごい地帯に、えー、なってますね。はい、えー、このお市民市民たちも。 効果、えー、に保存、うん、かも思いだった。まあ4 0年、えー、共和制になって400年ですね、えー、こういう、うん、ローマ人同士が地方を流して争倒ことがなかったということですね、えー、そのお体制維持ですね、元老員、そして自分、えー、たちの体制があ壊されること、ま、え、た、ー、農地法の、うん、改革ですね、えー、改革で、うんまあ、衝突が起こっていますね、えー、このあとどうなるか。 グラス兄弟ですねこの後また弟のガイウスがグラックスの時ですね一つの幕が閉じました大将のグラックス兄弟の時代兄のグラックスが反対派によって殺されたということで同じ若者300名の痛ましい衝突事故が事件がローマの 大西、四0 0和制共和制ローマで400年の中で起こっていますね。はい、えー、痛ましい事故が起こったところで、マスアです、えー。また次回の視聴者のコンメで、えー、お会いいたしましょう。まず後のこの YouTube チャンネル登録、またコメント、まあいいねボタンとよろしくお願いいたします。えー、まスアでした。次回の視聴者のコンメでお会いいたしましょう。週刊月、パッションプレジューシャロム、シャロム。